おはようございます。梅田恭介です。今回はちょっと地元福岡遠賀川を離れ、初場所やってまいりました。じゃん、山口県丸山ダム。事前情報によると、なんかちょっと水位いつもがどんぐらいか知らないですけど、ちょっと水位が下がって歩きやすくなってるって聞いてたんですけど、さっきですねちょっと見たら、あのフル満水でした。全然歩けません横に。場所も知らないし、降りるとこも分かんないし、なんだったら車止めるとこも分かんないし、でフィールドの状況も分からないと、まあ本当に分からないこと尽くしの兆候になりますが、まあ一日釣りしながらいろんな場所を巡っていろんなことを考えながら、なんとか丸山ダムの丸山バスちゃんに出会いたいと思います。頑張るぞ。おー行ってきます。それだけがもう心配でならない。移動するよ。あ、すごいっすよここ。いやいや違う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 、これはもういい、これはもういいっす。近づいてました。イエーイ、見てください、これほら、全然釣りできる、ここ。ここ行けますよ。いや、いいやん。魚が寄るかどうかは分からんけど。こん棒おじさんみたいなのが上がってきましたね。ちょっと向こうも見たいっす。これを道だって思ってるのがもう異常だとしか思えない。すごくいい。でもあのめちゃくちゃ深いんですよ。足つかないエリアはちょっとあんま得意じゃないんですよね。もう絶対足つかないですもん。もう青くなってました。青く。ここはちょっと車にナビに入れとこ。大きな岬みたいなのがありますね。これ。これクマいないですよね、本当これクマ。それだけがもう心配でならない。釣れるかどうかよりクマに出会わないかどうかが心配ですね。ここ車止めれますね。ここに止めて歩くと、ちょっと歩いてみますね。こここれなんかナビ上では何か岬の先端に連れてってくれる道っぽいので行ってるんですけど、本当にそれがあるかはわからないです。何が起こるかわからないです。これもう怖くないですね、雲なんかも。これがあれば、いや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 、どういうことこれ。もうちょっと水が少なければですね、すごく釣りしやすそうなんですけど、ここら辺から一旦湖から離れるんだ、道が。早く釣ってよ。焦る。焦る。いや楽しいじゃないですか、こう場所探すのも。釣れた方が楽しい。いやいや。まだまだでしょ、まだいいじゃないですか。そのインレットみたいなのはないですね、全然。本当に何がおかしいんですか。情報足らんな。いや足らないでしょそりゃ。ああ、はい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 、ああ戻ってきましたね。ああ戻ってきました、一周しました。もう一周しました今。よし、
どうしてもやっぱここの方が多いですね。釣りしやすいからなのか。ここにでも本当頼る必要はないなって感じですね、こんだけ今回ってみたら。じゃあもう一回回って8時くらいから釣りスタートしましょう。いいですね。叩き込みます今からマップを頭の中に。なんか思ったより降りれますね思ったより釣りするとこありますね。で、まあ、やっぱ深いというか、まあリザーバーだから当たり前ですけど、足元からボンって深かったりっていう、音楽は地元音楽ではあんまりないようなシチュエーションで、すごいやっぱ足つかないとこ苦手なんですよ。泳げないわけじゃないんですけど何やっていいか分かんないからですね。一発目、ダムサイト周りですね。風がすごい出てて、ちょっと水が動いてますね。ちょっと切り立ってる場所なんで、スティーズスプーンからいきます。ちょっとボトムに何があるか分からないんですごい怖いですけど、風強っ。ちょっと糸沈ませるか。あ、ボトムついた。72メーターくらいありますね。あ、こう結構なだらかなのかな。びっくりした。まあまあなんかそこ沈んでますね。見えますもんね、ちょっとゆるく。確かにホグの 3.6 インチの 7g フリーリグ、ペアリングの1/4で、フックがスティーズフックのワイドオフセットの1番ですね。うん、こっち側で投げるよりこっちの方がまだ火の角度がまだあのくらいなんで、シェードになってるからですね。何が沈んでるか全くわからないですけど、でもバスはつきそうなものが沈んでいると。いい感じに今こう落ちてる木の枝みたいなのに絡まってる感じはするんですけどね。魚がついてないってことなのかな。スティーズプロップ、スティーズプロップはフローティングとシンキングとファーストシンキングあるんですけど、ちょっと今日すごい風が強くてラインコントロールうまくできそうにないので、この一番重たいファーストシンキングを使います。フローティングだと多分存在感ほとんどなくなっちゃうからですね。中層から上向いてるやつ引っ張るイメージで見てください。すごい見やすいですよ、ピンク。お、ブルーリキル、ブルーリキルめっちゃついてきた。見やすいですね。見やすさが大事ですからね。どうしてきました。さあ、ここで釣りできるの楽しみですね。ここはですね、よく覚えてないですけどなんか岬になってて取水塔みたいなのがあったんじゃないかなって思ってます。風が強いってナンバーファイブ、場所の名前ナンバーファイブ、ナンバーファイブ、ナンバーファイブにやってまいりました。おし、さっきちょっと止めてなかったんですけど、このハットここに縛るところがあるんですよ。ほら、これいいでしょ、これ。これで絞ればさっきと似たように飛ばされないんじゃないかなって。あともう窒息するぐらいこうやってるとかですよね、これ。いてて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 、こんなもんでいいかな。 OK、 よいしょ。あ、爆風です。あの取水塔みたいな大きな人工物の中を水が通ってて、あっこにちょっと反転ができてるんですよね。でそこら辺の中層プラプラしてるやつがいるんじゃないかと。やっ
まあまあ深いところですよ。ちょっとこうサミングしながらホールさせると、その不規則なダートをちょっと抑制できるというか、今ちょっとコントロールしながらホールさせてます。なんか当たったね今。食ったかこれ。あ、違うわ。すげえ、もう一直線にヒューって出ていってたんで、食ったかなと思った。あ、マジですか。そんな、これ吸水されました今。そっちか。影が落ちてるのは向こうだから、本当は向こうのがいいんですけど、でもまあ流れが当たってますよね、こっち側は。完全に流れが当たってる。障害物熱い。もうついた。食った、食ったよ。ほら食った。あー、バレた。あー、バレた。ちょっと待って、これどう動いたらいいんですかね。これ新しい動きをしてます。今フォール止まったんですよ。で、あれもうついたって言ったじゃないですか。で、しゃくろうとしたらグンってなって、はって食ってた。あー、もう一回。もうおらんやろうけど、もう同じ魚はおらんやろうけど。はい、こう、こっからこう入ってきましたもんね。くいや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 、歯型とかつくんかな。多分コンクリにぶつけた後やな、これは。まあ、もうちょっとそのクリアだったらシルバーみたいなイメージあると思うんですけど、多分今のこの丸山ダムの状況って、普段こんなに風がめっちゃ吹いて水面が荒れることってないと思うんですよ。あとこうやって水がちょっと動いたりとか、なんでいつもよりフィールドがというか、ちょっと水の力が強い状況なんじゃないかなっていうことで、まあシルバーみたいなナチュラルなアプローチではなく、ゴールドみたいな、ちょっといつもよりっておかしいな、ちょっと強めのアプローチをしてます。で、大きい波動が出るように2分の1じゃなくて4分の3使ってます。移動してきました。ウォールマリア行って、ナンバーファイブ行って、これなんですかね、これいつかのメリークリスマス。もう枯れちゃったみたいな。もうクリスマスツリー枯れちゃったみたいな。ラトチュージグ、あの木に風と流れが当たってるんで、あの木に入れるんじゃなくて外側から流し込みます。水深がどんぐらいあるか分かんないですけど、とりあえずここら辺に投げときゃ大丈夫でしょう。もっと奥でもいいのかな。もっと外側に投げてもいいかもしれないです。ボトムよりちょっと上っていう手掛かりしか今はないので、それも確かな手掛かりかどうかは分からんと。
午後の部スタート。いやー実際ただ降りてみるだけなのと、降りてみて水中にルアーを投げて釣りをしてみるのでは大きなギャップがあるなと感じました。特にこういうあんまり慣れてないフィールドは特に。ってことでちょっとルアーを朝とは違うアプローチをしながらルアー変えながら、午後はまた夕方に向けて、夕方のチャンスタイムに向けてバスの居場所をバスの居場所をバスの居場所をこう絞って行こうと思います。はい、ホグ 3.6 のフリーリグ。なんかすごいちっちゃいギルとかが増えてません？こんなにいました？朝からなんかすごいいますよね。風で水面ギラギラして目チカチカするんですけど、おいあやっぱちょっと風でニコリ入ってますね。濁りがいいって言いますからね。やっぱなんかお茶もなんか濁りを出すのが大変だっていう話ですか。美味しいお茶も。いい話ですね。いい話ですね。なんか岸際濁ってると昭和ラインに近づきやすくなりそうですよね。食った、食ったっすよ。まあまあでかくね。はい、そうぜ。ほら濁りが入ると昭和ラインに近づきそうになりますよね。近づいてましたイエーイ。どうすか丸山初フィッシュ。ディーズホグ 3.6 インチのフリーリグですね。丸山ダムだろうが音楽川だろうが本当どこでもバス連れてきてくれますね。こいつはすげえワームだ。うい元気イエー丸山バース。やったシロ濁りというか濁りが入ったシャローにこういう障害物があるですね。木だったりこう隠れれるというかですね、こう入ってこれる場所があるところにホグ 3.6 インチのフリーリグ 7g のフリーリグ、もうほんとここです。こういったあのリザーバーとかはサライ池とか河川みたいに斜めにこう地面斜めにですねこう入ってるところよりももうドンと落ちてるところ、ある程度もうバスが入ってこれる水深があるところの方が多いような場所はもう水と地面の間に入れてあげるのが一番です。あの壁になるんで地面がバスも食いやすいですよね。まあはい追い詰めたみたいなバンっつって、でさらにこのカバーがラインの存在だったりっていうのを消してくれるので綺麗にバイトしてくれたと。深い深くはねえか別にまあバイトに持ち込めたということですね。この難攻不落とされる丸山おかっぱり、なんとか一匹だけ仕留めることができました。今回使ったフリーリグに使ったシンカーなんですけど、私が使ってるのはペアーリングっていう形のシンカーですね。でもう一種類台湾にはフリーリグ SS というフリーリグ専用のシンカーがあるんですが、私はこのペアーリングを、メインに使います。これなぜかというとボトムのタッチ感が全然違うんですね。早く沈めるんだったらちょっとスリムな形をしたフリーリグ SS の方がしっかりシュッと沈んでくれるんですけど、ボトムのタッチ感を大事にする場合ですね、このボトムに当たる面がこっちの方が大きいんですね。なのでそんなに深場をやらない、だいたい目安としては3メーターより浅い場合はまあ、そんなに
あのフォールの速度も変わらないですし、こういう風にしっかりとボトムをタッチする面が多い方が感度も良くって、今リグがどこにあってどういう状態になっているのかっていうのがすごく分かりやすいです。ペアリングを使ったフリーリグ、ぜひシャロー攻略にお試しくださいませ。さっきヒットシーン撮れてました？撮れてました？カメラ別の方向向いてましたよね。釣りをすると思わなかったんですか、向こうに行って。釣りしに来てるんですから、ここには。よっしゃー、いやそれは釣れたからバス臭いでしょ、それじゃあ。文句ばっかり言いますね、本当に。魚…取ってないくせ、本当ですよ。何回言うんですか、臭いの、本当。梅京臭いって言っておかしいでしょ、それ。もうやめようぜ、もう。もうやめよう、もう。今回使ったタックルがこちら、リールがアルファス SVCT707.2SH ですね、の右巻きで、ラインがモンスターブレイブ Z の12ポンド、そしてお待ちかね、リベリオン。今回使ったリベリオンは 6101MRB、6フィート10インチのワンピースモデルで、パワーが M パワーのレギュラーテーパーのベイトロットですね。6点の M というとザ・バーサタイルみたいな、もうみんなが誰しもが好きな番手っていうイメージなんですけど、もちろんその通りで本当にバーサタイルなバスロットなんですが、今回使ったですね、こういったフリーリグだったり、あのボトムの感知力、感度っていうものがものすごくいい。でそれに加えてカバーを絡める釣り、カバーを絡めた感度が必要な釣りにものすごく使いやすいのがこの6点の M リベリオンの 6101MRB、 バーサタイルでありライトカバーのスペシャリスト、ぜひ使ってみてください。お疲れ様でした。いやー、初めての丸山ダム相当面白いですね。一日しっかり釣りしてみて、全然やっぱり朝一と見えてくるものが違ったり、いや、なんか普段やってるアプローチとはまるで違うアプローチが必要だなって感じる部分だったり、すごい勉強になりました。本当天候のおかげでなんとか1本取れたんですけど、いや、ちょっと消化不良ですね。もっと釣りたい、また来たいです。山口県丸山ダム、おかっぱりすごい楽しいです。ぜひ行ってみてください。じゃあまた、バイバーイ。